続いて道内の気象情報をお伝えします。こちらは今の留萌の様子です。風が強く吹いているのが分かります。現在出ている警報です。留萌中部と南部、石狩市など石狩北部に暴風雪警報が出ています。猛吹雪による交通障害に警戒してください。変わってこちらは今の小樽の様子です。少し雪が降っているでしょうか。山の方は白くなっています。では午後の天気、道央と道南です。この後も雪の降るところが多く、石狩や江差市など海沿いでは吹雪時間があるでしょう。局地的に雪の降り方が強まることもありますので、積雪の増加や路面状況の悪化にご注意ください。続いて太平洋側です。雲が広がりやすく、浦河は昼過ぎには吹雪でしょう。その他雪のマークがないところも夕方ごろからにわか雪がありそうです。また風の強い状態が続くため、海沿いは高波にも注意が必要です。道北とオホーツク海側です。今夜にかけて断続的に雪が降り、留萌のほか稚内でも吹雪時間がありそうです。明日朝にかけて多いところで40センチの大雪にもご注意ください。オホーツク海側も雲が多く、夕方から夜にかけては雪となりそうです。変わってこちら今の札幌の様子なんですが、勢いよく雪が降っていて見通しが悪くなっています。では週間予報をお伝えします。明日にかけては道央圏で大雪となるでしょう。札幌もまとまった雪で雪かきが必要になりそうです。また明日から土曜日にかけて強い冷え込みが続く見込みです。日曜日から気温が上がり、月曜日は雨の降るところがありそうです。気象情報をお伝えしました。